千屋村は秋田県千木郡にあった村、現在の三里町北部にあたる。東側は大宇山脈によって岩手県と接し、大宇山系マヒル山地の主方マヒル岳は標高線59メートルに達する。本村は大宇山脈より流化するマヒル川、マリコ川によって作られた複合線上地上に発達した村であり、谷口の線長部に何は、 黒沢の集落が点在する。千夜の一、赤月、暁赤月周辺は、千王部にあたり、かつて、若林屋と呼ばれて、馬さんが盛んであった。田沢疎水による開拓で、現在は水田に変わり、直線道路が多い。田沢疎水による入植者は1940年から1955年頃まで89個に、及び、その出身地もそんな以外に及んでいる。 村の中央から西にかけての本堂、白巡り、土崎は先端部の有水地帯で水田が卓越し、本堂、白巡り地区には中世上巻本堂場がある。また、大宇山脈の山麓や天狗山丘陵では草地を利用した乳牛、肉牛生産が盛んである。近代には見事な杉並木、松並木と村の中心からの放射状直線道路が、 作られたが、これは、初期尊世を主導した、坂本利一郎によるものである。また、飯詰村の江畑新之助らによって一条木ため池が造成されている。なお、このため池は1970年以降、3年に及ぶ、県営ため池統制備事業によって整備された。また、明治期の陸地震に伴う千夜断層が、国の天然記念物に指定されている。 明治初年の国高は以下の通り。菅江雅美、ガツノデワロによれば、千夜の名の由来は、平安時代後期に、源義家が当地を訪れた際、祈願のため、矢を千回打ったことによるというが、詳細は不明である。生誕の本堂、白巡り地区と高梨村原遺殿にまたがって、古代城作掘ったの木があり、栗リ川や地遺跡など、城作関連遺跡も多い。 何は地区には、県指定史跡の一条目遺跡がある。上述の真昼岳は信仰の対象として、真昼山大権現社が設けられ、中世には、和菓子所有本堂士の氏神として信仰され、また、平家軍の豪族であった小野寺氏からも推計された。本堂、白巡り地区には、本堂氏の居城本堂場があり、県の史跡に指定されている。また、山井の宇とう地区は、 キリシタンの殉教で知られている、歴代村長は以下の通り、ありがとうございます。